だってもともとこれできたのもはや。もともと絶対できない。めっちゃ硬かったから。から今は言う。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、手押し相撲か。手押し相撲以来の庭底でいい。はい。庭底をゲストに、痴漢と形成の違いっていうのをやっていこうと思います。まあちょっとあんまり医学的なことをもわからないから、はいはい、まあ、とりあえず、私は、下半身、まあ大体、損傷がほぼ一緒の状態で12でいいんだよね。12で、はい、私は8なんだけど、まあ、12っぽい感じの動きができるっていうの で私はめちゃくちゃ形勢持ち、その伸びる形勢もあるし曲がる形勢もあるし、で一応そのカイトは弛緩って言って、まあ、その形勢が出なくて、はい、まあ、いる状態の人なので、こう画面で伝わるかわからないけど違いっていうのを2人の体をこう見せながらやっていけたらいいなと思います。だいたい受賞期がさ2019年、はい、からもうちょっとしたら3年経つ感じです。その受賞期が1年違う、老いの方が早いのに、あそういうことですか。あそういうことか。こうなんの体が硬いわけじゃないんだけど、はい、足の細さが老いの方が断然太いんだよね。まあ筋肉っていうか贅肉もあるんだけど、そうやって持ち上げれないほらもうこんなもう硬そうに見える、はいはい、あ見える、重そう、そう重いのよ。まあいろいろこういろんな理学療法士さんに聞いて、形勢があるから足の太さが落ちないのかっていう話をしたら、まあ、そうともでも言えない。でもやっぱりこの筋収縮が形勢の場合は多くあるから、まあ、それのおかげで足の太さっていうのが保たれているのかもしれない。でも、まあ、だからって全部筋肉じゃなくて贅肉がめちゃくちゃつくんだけど、でも私のイメージ、弛緩の人ってやっぱり足が細くなりやすくて、なぜか足が太らないというか足に肉がつかないっていうイメージなんだよね。この足組む時もめちゃくちゃよっこいしょって私は持たないと思ってなくて、この何て言うのだるん、そうだるんってならないの。なんか見た感じも全然違うと思うんだよね、カメラでさ。だから一回私の足を持ってもらいたい。どんくらい、なんか自分の私も持ったことないからね。失礼なやつ。持ったことない。持っていいんで、持てる、体勢的に持てる。片手で。うん、まあそう、自分がだってやる感じでしょ。ああ、うん、じゃあ左。左。じゃあ組んで動かんじゃないですか。うん、ただ持つだけでも多分重いと思う。え、軽い？あ、でも重いですね、僕のより全然重いでしょ。いや、でも張りがすごいですね。足の張りって言ったあ、張った状態だから力入ってるってことですよね。重いってことですね。うん、まあでも、まあ、こうグイって力が入っちゃうんだよね、うん、伸ばすのに対しても曲がる反発があったりするし、車によくショットするときに、はい、この人は曲げたいって思ったりするからさ、それを私が無理やりこうってやらなきゃいけなかったり、それは時間がかかる、はい、うん、例えば今私がさ無理やり今これで形勢出るのね、これをさこうやってすると形勢出てくるの。ちょっと押してみて、下に押せる？これ強い。めっちゃ反発、はいはい、めっちゃ反発するでしょ。あ、曲がらないです。そう、これを自分でなんとか、そう、うまくこっちを使いながらとかで曲げるっていう。お腹で曲げるんですか。そう、なんかここから全腸腰筋がさ全部こう来てるから、そうこうなった瞬間の腹筋を触ってほしいの。力入んないはずなのに筋肉あるけど奥は硬いでしょ。硬いです。でもありえないじゃん、だって麻痺してるから、はいはいはい、本当はそこも形勢があるって。そう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 、これが勝手に出てくるな、私の場合。
自分の意思で出す。自分の意思も出せるけど、例えば道路をこうガタガタ道をこう走ってると振動でガタ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 みたいな感じで。でこうなるんですか。そこうなるの。だから走ってる最中にこうなったりするし、だこれを一回止めてこう一生懸命とこうやってもまたガタ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 でまたこう出てきてっていうのがあったり。だからそれがまあ形成があることによって日常的な支障がある、ね、形成を使って、形成を使ってじゃないけど、まあ形成はない中で起立したらどうなるかっていうのをちょっとやって今はい、じゃあお願いします。いきます。頑張って、はい、お、でもいけるじゃん。それは形勢じゃなく、これは腕の力ですね。で、ただ膝をまっすぐするっていうだけ。膝が曲がってるんですよ、これ、実は。あー、ほんとだ。なるほど。なんとなくこう、足に荷重を乗せてみようみたいな感じになってるってだけ。いや、それもう結構、イメージとしてはそれですけど、うん、結構もう、ほぼ手でこれ立ってる感じです。あー、なるほど。OK。じゃあ、それで引っ張ってあげて。はい、いいですか。じゃあ次ポイント。あ、さっき試したから。いくよ。私は形勢を使って立つ。はい。よいしょっと。これで、おお。これはもうつま先、あ、見えない。これで、右は今入ってないの、形勢が。だから膝が曲がっちゃうの。うん、左は形勢が入ってるから膝めっちゃ伸びてるの見えてる、それカメラ。はい。で、右を頑張って。あ、出ない。右出ない。こりゃ。右が曲がりが強くて、はい、左が伸びが強いから、まあ右へこうなっちゃうけど、左荷重だとちょっとこうバランスが取れたりするけど、はい、あとお腹に形勢が入っちゃうから腰がこう引けちゃうの。こう、こう、はい、こう、こう、こう伸びれない。お尻がくって。あ、それ、あ、こんな感じですね。よいしょ。全然違うっしょ。分かる人から見たら違うのは。ね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、ざっくりだけど、だから日常動作で困ること、まあ、その足が動かないからじゃなくて、その、まあ、形勢とかに関して困ることっていうのはないよね、きっと。ないですね。変に力が入らないんで。うん。だからその移動するときとかも。ヒュヒュヒって足すぐ上げれるし、はい、とっさにビクンって出て車椅子から落下しそうになることもない。はい、うん、そうだ。形勢持ちの人はだそのさっきも言ったように足を上げるのも大変だし、だから乗り移る時も自分の体をこうコントロールしながらじゃないとビンってなっちゃうと自分で地面をなんか押してることになるから後ろにひっくり返る人とかもいるの、すごい人は。だそういうのを気をつけて異常とかをやらなきゃいけないっていう、まあ、大変さがあるが、まあ、歩くとかね、その自分が歩行するってなった時はやっぱり形勢があった方が、まあ、筋肉に対してこう信号を送りやすいというかね、さっきみたいに膝がロックできやすいっていうのもあるかな。まあ医学的には形勢があった方が本当はいいって言われるし、今そのJWACのところで形勢を出そうっていうことをやってるわけでしょ。はい、うん、だからそう生活面では大変で、だからそのボトックスって制御する人もいたりするのよ。要は筋肉をの動きをこうなんて言うの、弱めるという、まず。でもそうしちゃうと要は筋肉がもう使わない状態になっちゃうから足が痩せたりするっていう、なんかまあどっちつかずみたいな感じがあるんだけど、まあこれをね、なんか、まあ、形勢と歯科の人の違いを知ってもらったらいいかなと思いました。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。